皆さんこんにちは、将棋バーチャンネルです。藤井聡太二冠が叡王戦で勝利を収め、タイトルの挑戦者決定戦へと進めました。この将棋、藤井二冠対丸山九段の勝負ですね。こちらの方をソフトの評価値、そして候補手とともに振り返り、投了追加の積み形で結構球威者の方にも覚えておいた方がいいような基本的な寄せ方などが出てきたので、そちらの方をね、詳しく紹介していけたらなと思っております。では早速ですね、この局面が動いたところから見ていきましょう。後手の丸山九段が3八歩と垂らしたところですね。これに対して一度3四歩とついておくというところを選びました。同銀に対してここでは本譜では3八飛車とね、取ったんですよね。まあ、ソフトの攻め方はちょっと異なってますけれども、まあ、5六角などが出てますね。しかしまあ時間が経てばというところで、結構まあ2四歩と3八飛車はまあ本譜でも出てくるので、手順は別として、まあ、このような方針としては藤井二冠としても大体同じような感じで攻めていくのかなと思っております。さあ、この3八飛車。まあ、一本歩を突き捨てたことによって、この飛車がね、この銀取りになっていますよというところで、ここでですよね、本譜は4三銀としておいて、まあ、他に3三歩とね、支えるような手もね、まあ、検討はありましたというところですけれども、まあ、これに対しては2八飛車と戻っておくような手が、一例としてありますよね。まあ、こういうちょっとじっくりした展開になっていく。感想戦ではまあ6五歩かなというところも出てきましたけれども、まあ、このようになっていくっていうのが変化の一例ですね。まあ、こういう技がかかるんですけど、まあ、2六飛車で浮いておいてと銀に紐をつけるというところですよね。まあ、ここで3五銀っていうのはね、丸山九段が示していました。さて、本譜はこの銀取りに対して、まあ、3三歩と支えるのではなくて4三銀としておいたというところで、ここからの攻め筋というのが藤井二冠がね、やはり素晴らしかったというのがね、まあ2四歩と出てくるんですけれども、まあこれは時間を追っては最善になってくるというところで、2四歩とついていって同歩。そしてここで次に打った2二歩というのね、歩の手筋というのが、やはり結構運命の分岐点、相手に選択肢を突きつけるような差し回しということですね。この2二歩と、まあ、桂取りなので、まあ、本譜は3三桂と跳ねていったんですけれども、まあ、取られる桂馬を3三に跳ねる自然に見える一手なんですけれども、評価値的にはあまりよろしくなかったというのがソフトの判断ですね。まあ、2七角というのか、まあ、4五角とかを示しているというところで、まあ、一応ここで攻め合いも含めてクリンチしておいてということですね。まあ、4五角は王手だし、まあ、どちらにしろ馬を作ってというところで、ソフトはこちらを推奨している変化の一例を並べていきましょう。まあ、これは王手なんですけども、角には角でというところを示してますね。これで2七になるというところで、先手の角を打って離せるんですけど、まあ、この瞬間ですよね、まあ、飛車取りなので、まあ、3二飛車成と、まあ、藤井二冠も切ってという展開になってくるんですけども、まあ、これは同玉をソフトを示していって2一歩成という変化、まあ、こういう変化手順もあれば、まあ、まだまだ互角の展開でいったのかというところをソフトは示しています。なのでこの2二歩に対しては、まあ、攻めには攻めよというところで、ちょっと強気にいけばまだまだ分からなかったというのが、まあ、見解になってますね。本譜のこの3三桂と跳ねた手を見て2一歩成というところで最善ですよね。まあ、これでと金ができたというところがソフト的には評価しているし、本譜でもこのと金が大活躍しておりましたね。さあ、それに対して4五角と打ってくるんですけれども、王手ですね。まあ、それに対して6七金と本譜でも上がっていきます。さあ、そして2七角成というところで、まあ、ここまではあまり変化の手順もないように、まあ、お互い最善で攻めていくんですけれども、ここですよね。まあ、ここからの攻めがやはり丸山九段もと金を作るというところで、まあ、3七歩と打ったんですね。まあ、ソフトは3六ですけども、まあ、狙いとしてはまあまあ桂馬を
取ってケーキを拾っていきたいというところですね。攻め方の種類がちょっと変わってくるというところ、あとは4級馬と入る手も推奨になってますね。まあ自陣には効いているんですけれども、攻めにはちょっと効いていないので、まあ攻め合いの局面を作るために4級馬というのも推奨されています。本譜は3七歩とと金を作ってね、まあ、攻め駒を作っていくんですが、やはり先手の方がね手が早いというところで、まあ、と金で香車を取って3八歩成ですね、まあ、継続手ですけども、ここからじっと2一とと寄って、さらにと金の再活用をしていくというこの構想ですよね。まあ、攻め駒を作って駒を取ってさらに活躍させるというところで、無駄のない駒効率ですね。まあ、本譜はそれに対して2五桂と次は跳ねていきます。まあ、ソフト的にもまあ2五桂と表示してますね。まあ、2五桂となっておいて、まあ、これは場合によっては上部脱出も含めてということなんですけれども、ここからの攻め方ですよね。まあ、1二角打ちというのがソフト的には強化しているというところで、本譜は3一銀打ちなんですよね。なのでこの辺でまあ人間とソフトの寄せ方の感覚というのが出てくるんですかね。一例として1、2、角打ちを見ていきましょう。1、2、角としておいて、まあそして、まあこれは上部、まあ自陣に効かせつつ上部脱出を防いでいるというところですよね。まあ場合によっては銀も持っているので、銀と香車も持っているので、意外とうるさいですよね、攻め方としては。まあ一例として、まあ2九ととソフト示してますけども、2九とと取ってきた場合は3五香打ちというところで、これで角のラインと香車があるので先手を取って歩で受けることができないというので、3三歩というところの変化になってくるんですけれども、こうなってしまってはまあ後手玉はねもう上に上がることはできないので、まあ、ここから2三銀打ちと1枚ずつ丁寧に剥がしていけば、まあ、先手が良くなっていくですよ、いきますよね、というのが、まあ、こういう展開になるので、まあ、なかなかね、まあ、こういうじっくり指すっていうのはあったんですけれども、本譜はね、もっとね、明快にしていきましたね。3、1、銀、打ちとしておいて、まあ、ここでの対応なんですけれども、本譜は同銀と取ったんですけども、5、1、玉の方が良かったっていうのは、また、対局のね、解説動画で説明したので割愛しますけども、まあ、一手変わってきますよというところですね。まあ、こう取って本譜は進んでいったんですね。で、2九とに対してですけども、そして2二角打ちというところで、極めてね、正確に寄せていくという藤井二冠の素晴らしさ、相手のね、まあ、少しの干渉を逃さないというね、この寄せ方が本当に光ってましたね。丸山九段もね、大きなまあミスというか悪手というのはないんですけれども、少しずつ微差ですよね。駒の活躍だったとか、やはり先手番を生かした手数の速さですかね、手の速さを最大限に使って差し回していった藤井二冠がちょっと差し回しがうまかったのかなというのが光るこの将棋でしたね。あとは4一とと寄っておいてというところで、まあ4九馬と5七飛車と、そしてまあここですよね。まあ1九とと取ったんですよ、本譜は。まあこれはもうでも仕方ないですよね。攻め合いの局面を選ばないといけないんですけども、いかんせん攻めるための駒が足りないので、まあ少しでもね、ちょっと遅い攻めをしたら一気に反撃に行こうというところなんですけれども、藤井二冠はね、やはりここで丁寧に4二金打ちという最善手ですよね。まあ、これは数の攻めがね、成立しているというところなので、まあ、4二の地点は金と飛車の2枚、そして先手はと金と馬の2枚、2対2なので、先に打ち込んでいけばいいということですね。だから間違ってと金とかでやってしまうと、まあ、同金としたこの形がちょっと取れないので、飛車をどかさないといけないというね、一手間が入ってくるんですよ。なので、こういう8四香などのね、ちょっと一個味付けじゃないですけども、一工夫をしないといけなくなってくるので、まあこれはちょっとテクニカルなんですけれども、まあシンプルにね、数の攻めで4二金と打っておけば、これは取るとね、まあ普通に同ととしておいてと。いうところで、あとは金銀をポロポロと剥がされていくという展開で、いずれこのと金もね、相手の金駒と交換できたり、攻めの拠点になったりするので、
まあ、ここに対して本譜はね、ちょっと受けたら早くなるというところで、8六桂とね、反撃に打ったというところですね。まあ、これが勝負手ではあるんですけれども、まあ、選択肢、候補手見ている限り、やはりね、ちょっとでもね、受け間違ったら危ない局面にはなっていきますけども、中盤の距離感というのはやはり藤井二冠は間違いません。本譜は8八玉と、いう通り安全にというところで自玉の安全性を読み切った逃げ方をしましたよね。まあ歩の頭で取りたくなるんですけども、取ったら危ないというのも完全に理解した上での行動ですね。なので、まあ、4八銀と絡んでいったんですけれども、まあ、この飛車取られても何でもないというところを見て藤井二冠が速度を上げていくというところで4三金としておいて、まあ、ここからね、5七銀成と飛車を取っていくんですけれども、ここでね、まあ、同金としても勝ちだし、まあ、取っておいてね、何もないんですけれども、ここからは何もないんですよ、というところでやっていいんですが、まあ、ソフトのね、まあ、最善の寄せ、まあ、数手先にある変化などすべて読み切った上で、一番早い手、攻め合いで勝てますよというのも、藤井二冠も同じような感覚なので、ここは本譜は5二金としておいて、もう一気にね、寄せますというところですね。自玉の、まあまだ、詰めろが入っていない状態ですので、詰めろをかければ勝ちですよというところを見据えて、この5二金に対して本譜は同飛車と行きましたね。同飛車と言ったんですけれども、ここでの寄せ方は何通りかありますけれども、まあ藤井二冠、この候補手見る限りはね、何指しても先手優勢というところで、比較的分かりやすい局面になってきてしまったというところで、ちょっと逆転の余地がなかなか見出せないんですよね。なので、5一金とね、王手飛車取りで打っておいて、まあ王様逃げるんですけれども、飛車を取っておいてというところですよね。まあ、この手がね、まあ、金を剥がすしかないんですけれども、ここで次の8四香と打った手を見て投了しましたという流れですよね。いやー、見事なね、まあ、評価値とともに候補手を見ながら、いかに藤井二冠が正確に寄せていったのかというところをちょっと分かったんですけども、ここからですよね、受け方、まあ、即詰み、今、詰めろがかかっているので、8二飛車を防ぎたいというところで、8一香など打ったらどうなるのっていうところをまず見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、これ、9位者の方もね、結構寄せ方の勉強になる局面なので、まあ、ソフトのね、候補手などを見ながら、そして、受け方はね、ちょっと、怪しい受けなどはソフトはね、評価値で出てこないんですけれども、実践的にこうやった時にちゃんと寄せれますかというところも含めて見ていきたいですね。まあ、馬が入っておいてというところで、まあ、詰めろが続いている状態。で、この香車をもちろん外していくと、あとは飛車を打って6二飛車からね。この状態ではね、上が詰まっているので、端歩でね、銀もあるので、飛車と銀の組み合わせで上に持ち上げて、端歩を突いて詰みという形になっていきます。まあ、簡単に見ていくと、王様上に逃げた場合は銀を打ってというところで、まあ、これは空き王手が効く形なので、合駒が効かない形で銀を逃げていけばいいというところで、8二の地点に銀と飛車が効いているので、合駒ができません。それで上におびき寄せておけば、あとは端歩で詰みというところで、8一の強打ちはちょっと受けになってはいなかったというところで、次にね、じゃあ7一金なんか一目ね、浮かびますよね。まあ、飛車打ちを防ぎたいと。いうところなんですけれども、まあ、8三銀と形を決められておいてからですよね。ここで、まあ、ソフト的には5七金ですけども、まあ、藤井二冠の寄せの構想といった詰めろがかかってない状態で、相手に詰めろをかけ続けるということを考えると、まあ、5一馬の方がね、ちょっと本、まあ、もし進んだ場合は、この局面の方が出現しやすいのかな、というイメージありますよね。この手は次に5二馬からですよね。まあ相手がこうやって迫ってきたとしても、まあ5二馬、まあ7四銀もありましたね。まあ5二馬が多分しかし一番わかりやすいかと思いますけども。で、飛車を置いといてというところで、まあこれでね、飛車が2段目に全部効いているので、下がっても上がってもというところで、この7二の地点の数の攻めですよね。銀と飛車が効いているところ。
相手は受けは王様と金の2枚しか効いてない2対2なので打ち込んでおけばというところで取っても、まあ、銀取ってもいいし飛車が取ってもいいというところで詰みという詰み形ですね。基本的に数の攻めという分かりやすい局面を作り出せていけてるので比較的こういう飛車打ちなどは見えていた方が旧飛車の味は間違いなく勝てると。なんかねアクロバティックな、まあ、詰め将棋のね技とかは使わなくても比較的簡単な詰み形というのがね結構投了図以下現れるのでこういったところをね比較的勉強していけばなかなかいいんじゃないかなと思いますね。あとはねちょっと一風変わった受け方で8二香ってねちょっと浮かしておいてというねちょっとねあるんですけれどもこれは同じように5一馬と入ってきたらどうなるのっていうところでまあ受かってはないんですけども7一金とねしておいた時にまあ結構寄せ方がめんどくさくなると思うんですよね。まあソフトの最善を見ていけばね詰みますっていうのはわかるんですけれども意外と詰ませるのって大変じゃないですかというところをね見せていきたいなと思いますね。まあこのソフトが示す手順をね、すべて読み切ってる方は、もうこの局面を選んでも大丈夫なんですけれども、意外とね、空間を空けながら逃げていくっていうところを作っていけば、意外と先手玉も危ないぞというところもあるので、簡単に見えて、実は、まあ、アマチュア同士の将棋だったら、際どかったんじゃないのかというところですね。まあ結構6三からやっぱり打ちたくなってくると思うんですよね。6三から打っておいてと。で、意外と寄せ方って、こう飛車を下ろす方とか結構9位者だといると思うんですけど、逆転されてしまいますよね。まあただ9位者の相手も9位者なので、まあ11手積みなんかはしてこないとは思うんですけども、そうすると一気に後手が勝ちになってくるので、寄せ方というのはやっぱり覚えておかなくちゃいけないし、そしてちゃんと狭いところに追いやった後のきちんと詰ませる筋というのも、まあ、ちゃんと勉強していかないといけないねというのはありますよね。なかなかですよね。まあ、ここで8六のこの桂馬を外すというところで、まあ、これが決め手になるというのも相手に銀を渡さないというところですよね。銀を渡さなければ9七のポケットがね王様入った際にかなり寄らないんですよね。斜め駒がないので。なので、これを取った手が王手じゃないというところで、この瞬間に詰ませれますよというところで、8六銀が最善になっているということで、やっぱり渡していい駒とか、いろいろ考えた上での勝ち方というのも、結構ね、勉強になるんではないかなと思いますね。まあ、せっかくなんで、8六銀以下見ていきますか。まあ、これ同歩と取ってくれれば、まあ、あとは簡単ではあるんですけども、8二と。取っておいて、まあ、これあとは清算しておけばというところですね。まあ、これ同金と取ってくれれば、桂馬を手に入ったので一手詰めというところだし、戻って、そっか、8二の同玉も一応見ていきましょう。同玉としておいても、やはり手に入れた香車があるので、まあ、飛車でも、まあ、香車離して打って、まあ、合駒ができないので、まあ、逃げてというところで、まあ、簡単ですよね。まあ、こういった簡単な詰み筋というのは比較的パッと一目で見えるようになっていけば、まあ、時間に追われても意外とね、勝ち切ることができるようになっていくので、この、まあ、8人などね、空間を作って受けるとかね、怪しい受け方をしても、まあ、こういった基本手筋で大丈夫というところで、あとはね、この手筋ですね、最後に、これは取って大丈夫というところで、まあ、強者で上に釣り上げる手筋ですよね。まあ、強者は何打っても取られるので強者を打ってくるんですけれども、これは結構端に追いやった際に比較的出てくる手筋なので、こうやって強者を連打で釣り上げておいて、まあね、飛車持ってるので下がったら詰んじゃ取るしかないんですけど、これで下から飛車打ってね、まあこれ端が詰まってるので、釣り上げておいて下から飛車打ってというね、こういう基本手筋ですね。まあ何合駒しても、まあ銀があるんでね。銀打ちまでというところが、まあ、基本的な手筋なので、強者をね、打って相手の持ち駒も見てね、上に釣り上げてるときは、下から飛車打つスペースを作るまで、王様を釣り上げるというね、まあ、こういったテクニックもね、覚えておくと、まあ、初段に近づけるんではないかと思いますね。
ということでね、ちょっと難しい詰みの変化とかはちょっと割愛しましたけれども、結構ね、この級位者の方でも理解できるようなね、簡単な寄せ方、そして狭いところに追いやる、まあ、恥とかですね、まあ、馬が入って強撃体制だと。そういったところがね、この投了随下に詰まっていたので、ちょっとね、長くなりましたけども、そちらも含めて紹介させていただきました。それではね、これからね、ちょっとね、初心者講座というか、まあ、初段になるための勉強方法とか講座をね、ちょっとやっていこうと思いますので、よかったらね、このチャンネル登録していただけましたらと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。